アポロ8号から撮影された月面から昇る地球、アポロ8号は、アメリカ合衆国のアポロ計画における二度目の有人宇宙飛行である。1968年12月21日に発射され、地球周回軌道を離れて月を周回し、再び安全に地球に戻ってきた初の宇宙船となった。船長のフランク・ボーマン、司令船操縦士のジムラベル。 着陸船操縦士のウィリアム・アンダースの3人の宇宙飛行士は人類として初めて地球周回軌道を離れ地球全体を一目で見月の裏側の様子を確認し月において地球の出を目撃したこの1968年のミッションはサターン5型ロケットの3度目の飛行でありまた道路ケットを使用しての初の有人飛行であったさらに フロリダ州のケープカナベラル空軍基地に隣接するケネディ宇宙センターから有人宇宙船が発射されるのもこれが初めてのことであった。当初の予定では1969年初頭に指令、機械船と月着陸船を大円中軌道に乗せての2度目の試験飛行となるはずだったが着陸船の製作が遅れていたため1968年8月に予定が変更され、 より意欲的に指令、機械船のみを使って月を周回することに決定した。このためボーマンと他の登場員たちは、当初の計画よりも2ヶ月から3ヶ月早く飛行することとなった。準備の時間は、その分切り詰められ、厳しい訓練を強いられた。8号は月に到達するまで3日かかった。月周回軌道上では20時間のうちに月を10周、し、 クリスマスイブには飛行士たちが創世記の最初の十節を朗読した。その様子はテレビで全米に中継され、当時のアメリカで史上最も高い視聴率を叩き出した。8号の成功は、ジョン・カイ・ケネディ大統領が公約した1960年代の終わりまでに人間を月に到達させるという目標をアポロ11号が達成するための道を切り開いた。 飛行士たちが登場した司令船は1968年12月27日に北太平洋に着水した。3人の飛行士は帰還後タイム氏により1968年を代表する男たちに選ばれた。このうち司令船操縦士のラベルは後に事故を起こし無事に帰還したアポロ13号に船長として登場している。この乗組員たちが スペースシャトル以前の計画において特徴的なのは船長が最も経験を積んだ飛行士ではないことである。またラベルはゼミニ7号で船長を経験していたが以前の飛行で船長を務めた者が平らの飛行士になるという点でも稀なケースであった。月面着陸飛行においては司令船操縦士には転速後法着陸船操縦士には機関士の役目が割り当てられる。 機関士は8号のように着陸船を搭載していない場合でも宇宙船のすべてのシステムを監視する責任を持つ。ラベルは当初は予備搭乗員でマイケル・コリンズが正規の司令船操縦士だったが、コリンズが手術を要するほどの追間版ヘルニアを患ったため正規の搭乗員となった。オルトリンは当初は着陸船の予備操縦士だったが、ラベルが 正規の搭乗員になり、この計画のために使用される特別な指令船である CSM-103 についての経験を持っている操縦士が他にいなかったため、オルドリンが指令船操縦士に同し、新たにヘイズが着陸船の予備操縦士に抜擢された。11号ではアームストロングが船長となったほか、オルドリンが着陸船の操縦士に復帰し、コリンズが 司令船操縦士に任命された。8号の地上管制のチームは支援飛行士に任命された宇宙飛行士たちと飛行士ではない指揮官やそのスタッフたちによって構成されていた。支援飛行士とは宇宙飛行士たちが務めるもので、本搭乗員と予備搭乗員が実際に訓練を受けるのに対し、飛行のための訓練は受けないものの会議などで、 飛行士たちの立場に立って意見を述べたり、計画の立案において飛行士でなければわからないような細めについて提案したりするものである。また彼らは飛行中に宇宙船通信担当官も務める。8号においては支援飛行士はジョン・エースブル、バンス・ブランド、ジェラルド・カー、ケン・マッティングリーの4飛行士が担当した。地上管制センターは3交代制で、 それぞれのシフトは、クリフォード・チャールス・ワース、グリーン・ランネー、ミルトン・ウィンドラーの3人の飛行指揮官によって、引き入られていた。気象の三角形は、円錐形の指令線を象徴している。地球と月をめぐる8の字の赤い線は、計画の番号だけでなく、計画そのものの性格をも表している。また赤線の上には、飛行士たちの使命が記されている。気象を最初にデザインしたのはラベルだった。 彼は8号が月周回飛行に変更されたことを知ったすぐ後、カリフォルニアからヒューストンに向かう T-38、練習機の後部座席で何度もスケッチをした。最終的なデザインをしたのは、ヒューストンの画家でありアニメーターである、ウィリアム・ブラッドレーであった。アポロ4号と6号は、無人のサターン5型ロケットを使い、無人のブロック1タイプと呼ばれるアポロ指令。 機械線を地球周回軌道に打ち上げる A 計画に分類される飛行計画であった。一方で1968年10月に打ち上げられたアポロ7号は友人の CSM を低軌道に打ち上げるもので C 計画の目的を完遂するものであった。アポロ司令。 機械船外略図その後の計画が成功するかどうかは月着陸船の製造にかかっていた。LM を低軌道で試験する D 計画としてジェームズ・マク・ディビット、デイビッド・スコット、ラッセル・シューエイカートを飛行士として1968年12月に8号を打ち上げる一方で、ボーマン船長のグループが1969年初頭に LM を地球周回大円中軌道で試験するより過酷な E 計画の飛行をすることが予定されていた。だが、LM の製造開発は遅れていた。さらに8号の LM が1968年6月にケープカナベラルに到着した時明らかな欠陥が見つかったため、製造担当企業であるグラマン社は、LM の軌道実験は少なくとも1969年2月まで、 遅れることを表明せざるを得なかった。このことは D 計画及びその後の計画が遅れることを意味し、また1969年の終わりまでに人間を月に着陸させるという計画全体の目標が達成できなくなる可能性があった。アポロ宇宙船計画室室長のジョージローは8月、LM の問題による開発の遅れを取り戻す解決策を提案した。彼によれば、 CSM は LM よりも3ヶ月先に準備できるのだから CSM のみによる試験飛行を1968年12月に行うことができる。ならば7号ですでに成功している CE 計画をわざわざ反復するよりもいっそのこと CSM を月まで送ってしまい、あわよくば月周回軌道に投入してしまおうというのである。この方法なら十号で予定されている。 海計画まで待たなければならなかった月、周回軌道への投入試験を前倒しで行うことができる。また地球を中軌道で周回する E 計画は放棄することになるが、全体として見れば D 計画が遅れるだけで済む。垂直組み立て棟の中で釣り上げられるサターン5型ロケット第1弾。1968年2月1日。NASA のほとんどの幹部は、 危機と人員の両面において信頼を置くことができ、また月周回飛行を実行することで大いに指揮を鼓舞することができるとしてこの提案に賛成した。若干の説得をしなければならない唯一の人物は NASA 長官のジェームズ・ E ・ウェップだったが彼も最終的には他の幹部と同様に承認した。こうして8号は正式に D 計画から C 月周回計画へと変更されたが、ウェップの指示により、マスコミに対してはこのことは伏せられ、依然として地球周回計画のままであるとされた。初めてこの決定が公表されたのは7号が地球周回飛行を成功させた3週間後の11月12日で、発射の40日前のことであった。8号の計画変更を受けて、宇宙飛行士の統括責任者、 ドナルド・スレートンは D 計画と E 計画の飛行士を交代させることを決定した。この決定はまた宇宙船を交代することをも意味し、ボーマンのグループは CSM-103 を、マクディビットのグループは CSM-104 を使用することとなった。9月9日、飛行士たちはシミュレーターで準備を始めた。ミッションが始まるまでに実際の飛行における 作業1時間あたり7時間のトレーニング時間を費やした。飛行士たちは飛行のすべての段階について訓練されていたが各人がそれぞれ専門的に習得しておかなければならないものもあった。例えば船長のボーマンは大気圏再突入の際における指令船の制御、ラベルは万が一宇宙船が地球と交信できなくなった場合の転速広法の技術、アンダースは 宇宙船が指示通り機能しているかをチェックする役割をそれぞれ与えられていた。9月21日、1969年中に月面着陸をするという目標にさらなるプレッシャーを与える出来事が起こった。ソビエト連邦のゾンド5号が四つ指陸画目やいくつかの生き物を乗せて月を周回して地球に帰還したのである。NASA やマスコミはソ連が 同型のゾンド宇宙船に飛行士を乗せて、1968年の終わりまでに月を周回してしまうのではないかと、憶測した。ケネディ宇宙センター内の飛行士専用居住区画で、生活している8号の登場員たちは発射の前夜、チャールズ・リンドバーグとその妻アンモローの訪問を受けた。彼は飛行士たちに、1927年に、スピリット・オブ・セント・ルイス号で、 大西洋を横断する前、地球儀の上に糸を当てて、ニューヨークとパリの間の距離を測り、それによって燃料の量を計算したことなどを話した。その時の燃料の総量は、サターン5型ロケットが1秒間に消費する量の10分の1であった。その翌日、リンドバーグは発射場近くの砂丘から8号の発射の様子を目撃した。 ケネディ宇宙センター39アンペア発射台に搬送されるアポロ8号8号に使用されるサターン5型ロケットは SA-503 との指定番号が与えられている。これはサターン、アポロ計画で使用されるサターン V の03番目のロケットを意味する。このロケットは百六十七年十二月二十日に垂直組み立て棟で組み立てが完成した当初は 指令、機械船のボイラープレートと呼ばれる無人の模型機を打ち上げると思われていた。だが1968年4月に行われたアポロ6号の発射試験では、第1弾がポゴ振動と呼ばれるひどい振動を発生し、2弾目のエンジンのうち2つが燃焼を停止し、さらに3弾目のエンジンが軌道上で再転化しなかったといういくつもの大きな問題を発生した。 これらの問題を解決し、無人のサターン5型による追加の試験飛行をして安全性が証明されない限りは NASA の上層部は危険を犯して有人飛行を行うことを承認するわけにはいかなかった。この問題の解決にはマーシャル宇宙飛行センターのチームが参加した。最大の懸念はポゴ振動で、これはエンジンの稼働を妨げるだけでなく飛行士に 余計な G の負荷を与える可能性があった。NASA と MSFC の調査団は、エンジン振動の周波数が宇宙船が振動する、周波数と偶然に一致していたため、両者が共振を起こして、ロケット全体が振動を起こしたのだと結論付けた。このため、ヘリウムガスを注入して、振動を減衰させるシステムが新たに設置された。同様に重要な問題は、 飛行中に故障を起こした三つのエンジンであった。調査団は、早い段階で、第二段ドケットで燃料の液体水素のパイプが、真空にさらされた時に、裂け目が生じ、そこから燃料が漏れて二つのエンジンに供給される、水素の圧力が下がったことを突き止めていた。その際、自動的にバルブが閉じて二番エンジンへの燃料の供給を遮断しようとしたのだが、 同時に3番エンジンへの液体酸素の供給も遮断されてしまった。これは両者の電気ケーブルが誤って配線されていたことが原因だった。その結果、3番エンジンは2番エンジンが停止した1秒後に燃焼を停止してしまったのである。その後の調査で再点火しなかった第3弾ロケットのエンジンでも同様の問題があったことが明らかにされた。 同じような事故が将来的な打ち上げでも発生しないよう、点火装置の配線と燃料の供給感を修正するというのが調査団が出した結論だった。1968年8月、マーシャル宇宙飛行センターにおいて調査団の解決策が試験された。サターン5型ロケット第1弾には、ショックアブソーバーが新たに設置され、第2弾 S2 では、 燃料パイプが改良され、真空状態での漏れや破断に対する耐久性が強化された。NASA 幹部は実験によって問題が解決されたことを確認すると SA-503 を使用しての有人飛行を行うことを承認した9月21日、ロケットの先端に宇宙船が取り付けられた。すべてが完成した8号は10月9日、クローラートランスポーターに乗せられ、 時速3マイルの速度で発射台に向かった。一方でロケットの試験は12月5日から11日まで行われた各種レベルの準備試験を含め発射の前日まで継続して実施された。保護振動、燃料パイプの破断、配線問題に対するすべての改善策の試験が終了したのは12月18日で発射のわずか3日前のことであった。 1968年12月21日12時51分、発射同日15時47分、月繊維軌道に、投入12月24日9時59分、月周回軌道に、侵入12月25日6時10分、地球帰還軌道に、投入12月27日15時37分、大気圏再突入、15時51分、着水8号は、 複数の天体を周回する史上初の有人宇宙船であるため、その軌道要素は月繊維軌道への投入操作を境にして2つの側面を持つ。アポロの月飛行は、まず地球上空100回りを周回する大気軌道から始まる。8号の大気軌道は、遠地点99.99 99回り、近地点99.57回り、 赤道に対する軌道傾斜角32.51度、地球周回時間88.19分であった。なお、2時間44分30秒の軌道待機中に、ロケットの中に余っていた推進剤を投棄したことにより、その反動で、遠地点は6.4回り上昇した。その後第3弾ロケット SE 部,部を318秒間噴射することにより、 63,531ポンドの宇宙船の速度を軌道周回速度の秒速 7.793km から 10.822km にまで上昇させ月線移軌道に投入した。なおこれは人類がそれまで達成した地球に対する相対速度としては史上最速のものであった。またこれは地球脱出速度の秒速 11.200km よりは わずかに遅いものであったが、8号の地球周回軌道を大円軌道に引き伸ばし、宇宙船を月の重力圏にトライさせるには十分なものだった。アポロ計画における通常の月周回飛行での月面からの高度は60回りと設定されていた。8号の場合は、金月点60回り、円月点168.5回り、月の赤道に対する傾斜角は12度であった。 その後この軌道は円月点60.7回り、金月点59.7回り、周回時間128.7分に修正された。月の質量の偏りが軌道に与えた影響は当初予想されていたものよりも大きいことが分かった。20時間にわたる飛行の間に軌道は円月点63.6回り、金月点58.6回りに接動した。 8号は地球から最大で203,752回離,離れた。8号の発射につきを多重録音した写真。通常はこの時間につきを見ることはできない。アポロ8号は1968年12月21日、ベートーブ標準時7時51分に AM に、第1弾 SIC、第2弾 S2、第3弾 SIV 部からなる3段式。 ロケットサターン V を使い、まず地球周回軌道に乗ることを目的に発射された。発射の際には、わずかに3つの小さな問題が発生した。一つは、第1弾 SIC の出力が0.75%低かったことで、これはエンジンが予定よりも2.45秒長く燃焼したことが原因だった。また、第二弾2弾 S2 はロケットを噴射している間、 ずっとポゴ振動を発生させていた。ボーマンの試算によれば、この時の振動は、周波数12ヘルツで、加速度はプラスマイナス0.25グラムフォースだった。3段すべてのロケットは発射の間燃焼を続け、第1段 SIC と S2 は途中で切り離された。SIC は、大西洋上北緯30度12分成形74度7分。 北緯3 0 2 0 0度成形7 4 1 1 7零零3 0 2 0 0十7 4 1 1 7 2 S2 は、北緯3 1一度5 0分成形3 7七度1 7分、北緯 31.833°C 成形3 7 2 8 3三三3 1 8 3 3十3 7 2 8 3に落下した。第3弾 S イ部ブは、 地球周回軌道に乗った後も切り離されず、後に宇宙船を月遷移軌道に乗せる噴射をするために残された。周回軌道に乗ると、搭乗員と管制センターは宇宙船のチェックと遷移軌道移行の準備のために2時間38分を費やした。前回の無人試験の時再転嫁に失敗した S、イブブが適切に作動するかどうかは計画にとって極めて重大な要素であった。 飛行中は同僚の3人の宇宙飛行士が宇宙船連絡員として3交代制で勤務した。宇宙船連絡員とは通常カプコムと呼ばれるもので飛行士たちと定期的に会話ができるのは彼らだけだった。8号で最初にカプコンを担当したのはコリンズで発射から2時間27分22秒後にアポロ8号繊維軌投入のための噴射準備よしと 無線で連絡した。この会話によって明らかなように、8号に月に向かう許可を正式に与えたのは管制センターであった。噴射のための次の12分間、飛行士たちは宇宙船と s イブブの監視を続けた。軌道投入のための噴射は完璧なものだった。軌道投入の任務を完全にこなした後、s イブブは切り離された。その後飛行士たちは使用済みの 第三弾の写真を撮影するために宇宙船を反転させ、しばらくの間イスイブブと変態飛行を続けた。宇宙船を後ろに向けたその時、彼らの目に飛び込んできたのは遠ざかりつつある地球の姿だった。人類が初めて地球の全体像を一目で見たのは、まさにこの瞬間であった。だがボーマンはそれよりも、エスイブブが宇宙船とあまりにも近いところにあることを懸念していた。 そのため彼は、管制センターに、ロケットと離れる作業を行うことを提案した。はじめセンターは、宇宙船を地球の方角に向け、機械船に搭載されている、姿勢制御用ロケットを噴射して、速度を地球から遠ざかる方向に、秒速0.91メートルだけ加速することを、提案したが、ボーマンは、s e ブ,ブが、視界から消えてしまうことを恐れた。議論の結果、 指示通り RCS をこの方角に噴射する代わりに速度は秒速2.7メートルにすることが決定されたがこの検討のためにスケジュールは1時間遅れた。発射から5時間後、管制センターは SEV 部に対しタンクの中に残っている燃料をロケットのノズルから排出し軌道を変えるよう指令を送った。これにより SEV 部は月を通過してから太陽を 周回する軌道に乗り、8号にそれ以上の危険を与える可能性はなくなった。S イブブのその後の軌道は、太陽からの距離0.92から0.99、天文単位王道に対する傾斜角23.47度、高天周期は340.80日である。8号の乗組員たちは、地球から1万5000マイル離れたところまで広がる。 バンアレン体を通過した初めての人類となった。科学者たちはバンアレン体を宇宙船が最高速で急速に通過すると、胸部撮影のレントゲン写真で浴びるのと、同程度の1ミリグレー程度の X 線を被爆するのではないかと予想していた。被爆量を記録するため、飛行士たちはリアルタイムでデータを地球に送る線量計と通算で浴びた。 放射線量を表示するための観光フィルムを身につけていた。計画終了までに彼らが浴びた放射線量は平均して1.6ミリグレーであった。月を通過した後、s イ部ブ,ブはこれから先の長い時間太陽を回り続けるであろう宇宙ゴミとなった。2013年9月現在、軌道に残っていることが確認されている。初めて撮影された地球の全体像。 撮影したのはおそらくアンダースである。中心に映っているのは南アメリカで南側が上になっている。指令船操縦士であるラベルに与えられた主な役割は広報士であった。管制センターは宇宙船の軌道計算を完璧に言っていたが、もし万が一センターとの連絡が途絶えてしまった場合でも安全に帰還できるように飛行士の誰かが広報士として 軌道を計算する必要があった。ラベルは宇宙船に組み込まれた6分儀を使って星を観測し、星と地球の地平線の角度を測ることで軌道を計算したが、エスイブ部から排出された燃料が大きなゴミの雲となって宇宙船の周りを漂い、星と区別できなくなってしまったため、この作業は混乱を極めた。発射から七時間後までエスイブ部の問題とラベルが 転速後法に手間取ったことにより、1時間40分ほどスケジュールから遅れてしまった。飛行士たちは受動的温度管理の準備を始めた。PTG とは俗にバーベキューロールとも呼ばれているもので、宇宙船を中心船に沿って1時間におよそ1回転させ、表面温度を均一にさせるものである。宇宙船は直射日光を浴びる部分は摂氏200度以上にもなるのに対し、 影の部分はマイナス摂氏100度以下に下がってしまう。これだけの温度差があると、大気圏再突入の際の熱から宇宙船を守る耐熱保護パネルにひびが入ったり燃料パイプが破断する恐れがある。宇宙船を完璧に中心線に沿って回転させることは現実的には不可能で、どうしても再差が発生してしまうため、 飛行士たちは30分ごとに微調整をしなければならなかった。最初の軌道修正は発射から11時間後に行われた。地上での燃焼試験では、指令船の主エンジンは燃焼室がはじめにコーティングされていない状態で長時間噴射すると稀に爆発する可能性があることが分かっていた。エンジンを短時間だけ噴射すれば、このコーティングを実施することができた。 この最初の軌道修正では SPS エンジンがわずか2.4秒間だけ噴射され速度が巡航に向かって秒速20.4フィートだけ加速されたがこれは予定されていた24.8フィートよりも低いものだった原因は酸化剤のパイプの中にヘリウムの泡が発生しそれが燃料の圧力を下げたことであったこのため飛行士は姿勢制御用ロケットを噴射し 微調整を行った。この後2回の軌道修正が予定されていたが、軌道は完璧なものであることが分かったために、キャンセルされた。発射から11時間が経過した時点で、飛行士たちはすでに16時間睡眠をとっていなかった。NASA は発射前、緊急事態が発生した時に備えて少なくとも一人の飛行士は常に起きていなければならないと決めていた。このため、マンが、 最初の睡眠につくことになったが、無線の会話や機械的な騒音がひっきりなしに聞こえてくるため、眠りにつくのは困難であることが分かった。分離直後に撮影された8号の第3弾ロケット SE 部部睡眠を取ろうとしてから1時間後、ボーマンはバルビツール酸系睡眠薬を服用する許可を求めた。睡眠薬はあまり効果がなかったが、それでもなんとか眠りについた。 だが、その直後、彼は気分が悪くなって目が覚めてしまった。ボーマンは2回吐いた。その上ひどい下痢に襲われたため、船内に嘔吐と下痢の排泄物の衝撃が漂う結果となってしまった。その除去のために飛行士たちは悪戦苦闘することになった。ボーマンは,はじめ自分の体調不良を誰にも知らせたくなかったのだが、 ラベルとアンダースは管制センターに報告することを求めた。飛行士たちはデータ保存装置を使用することに決めた。これは音声や身体測定の結果を記録し、それを高速で管制センターに伝えることができるというものである。ボーマンの体調の詳細を記録した後、飛行士たちは管制センターに対して診察結果をチェックすることを求め、 音声のコメントへの評価をしてほしいと述べた。8号の乗組員と管制センターの医療担当班はセンターの使用されていない2階の部屋を使用して遠隔会議を開いた。会議の結論は、ボーマンの体調不良の原因は彼自身が考えていたように腸炎であるとともに睡眠薬の副作用であって心配するほどのものではないとのことだった。今日の研究では彼はいわゆる 宇宙酔いにかかったのであろうとされている。これは今日でも宇宙飛行士の3割がわずらうもので前提形が無重量状態に適応しようとするときにかかるものである。宇宙酔いはアポロ以前のマーキュリー計画やジェミニ計画では問題とはならなかったものだった。なぜならこの2つの計画では宇宙船はあまりにも小さすぎて飛行士は船内を自由に動き回ることはできなかったからである。 アポロ計画では、船出が広がり自由度が大きくなったため、ボーマンや後の9号の集営カートのように、宇宙よよをわずらう飛行士が現れるようになった。月周会中に撮影された飛行士たちの映像。中央にいるのがボーマン。巡航期間中は、全体の飛行の中では、比較的退屈なもので、飛行士たちは危機に異常がないか、あるいは宇宙船が正確に軌道に乗っているかを、 チェックする以外には仕事がなかった。そのため NASA は発射から31時間後にテレビ中継を予定していた。8号で使用されたカメラは重量が2ラムで撮像管を使用して白黒の映像しか送ることができないものだった。また160度の広角と9度の望遠の2種類のレンズが搭載されていた。最初の中継では飛行士たちは船内を案内し、 また宇宙から地球がどのように見えるのかを伝えようとした。だがカメラには今現在映し出されているものを撮影者に知らせるためのモニターがついていなかったため望遠レンズを使って地球を撮影することは不可能だった。加えてフィルターも用意されていなかったため地球の画像は他の何かの光源に干渉されてしまい全く映し出すことはできなかった。結局、 飛行士たちが何とか地上の人々に見せることができた地球の映像はぼんやりとした光のシミのようなものだけであった。17分後、宇宙船が回転して氷得アンテナが地球の中継基地からの信号を受け取ることができなくなったためラベルが完成に母に誕生日おめでとうとのメッセージを伝えてほしいと告げて中継は終わった。この時まで 飛行士たちは予定されていた睡眠シフトを完全に放棄していた。ラベルは発射から32一2時間後に睡眠をとったが、これは彼が予定していたものよりも312時間前だった。そのすぐ後、アンダースも睡眠薬を服用した後に眠りについた。月に向かう軌道上では飛行士たちはほとんど月を見ることができなかった。その理由は、 シリコンの目張りから漏れ出したが透かした油が5つある、うちの3つの窓を曇らせてしまったことと、PTG のために船体を月を背面に置く方向に向けておかなければならないことだった。彼らがようやく月を目にしたのは、月周回軌道に侵入するために方向転換した時だった。発射から55時間後、8号は2度目のテレビ中継をした。 今回は望遠レンズで地球の姿を捉えることができるよう、スチールカメラにフィルターを装着した。カメラの中に収まるように宇宙船自体の姿勢を傾けるなど困難は伴ったものの、今度は地球の映像を地上に送ることに成功した。飛行士たちは実際に見える色や様子などを無線を使って解説した。中継は23分で終了した。 発射から55時間40分後、飛行士たちは他の天体の重力圏に入った初めての人類となった。これは言い換えれば8号に及ぼす月の万有引力が地球のものよりも大きくなったことを意味する。またこの瞬間の宇宙船の位置は月面から38,759マイルで月に対する相対速度は秒速3,990フィートだった。 だが、飛行士たちは、この歴史的瞬間にも対して関心を払わなかった。ガツ周回軌道に侵入するためのエンジン噴射が近づいてきており、その計算作業に没頭していたからである。軌道侵入まで13時間しか残されていなかった。軌道侵入までに行わなければならない最も重要な作業は、二度目の軌道修正であった。ロケットを逆噴射し、速度を 秒速2.0フィート減速して宇宙船が月を通過する際の月面からの最接近点を下げるのである。発射からちょうど61時間後、月からの距離24,200マイルの地点で飛行士たちは RCS エンジンを11秒間噴射した。これにより宇宙船は月の表面から71.1マイルの地点を通過することになった。 発射から64時間後、飛行士たちは月周回軌道侵入の準備を始めた。この操作は完璧に行われなければならないものであった。また、軌道力学的な理由により、その操作が行われるのは月の裏側の地点だった。68時間後、管制センターは操作を実行するかどうかの最終的な検討をした。後、予定通り実行せよとの指令を伝えた。 68時間58分後、宇宙船は月の裏側に入り、地球との無線連絡が途絶えた。軌道侵入噴射の10分前、飛行士たちは最後のチェックをし、すべてのスイッチが正しい位置にセットされていることを確認した。その時彼らには月の様子を眺める最後のチャンスがあった。 宇宙船はちょうど月の夜の部分から昼の部分へと差し掛かっていて、太陽光が月の表面を斜めに照らしているのを、ラベルが発見したが、噴射の時間は2分後に迫っていたため、飛行した地にはその光景を楽しむ余裕はなかった。発射から69時間8分16秒後、SPS エンジンが4分13秒噴射され、8号は月を周回する軌道に入った。 後に飛行士たちはこの時の様子を人生で最も長い4分間だったと表現した。もし噴射時間が短すぎたら月を通り越して遥か彼方に飛び去ってしまっていただろうし、逆に長すぎたら月面に衝突してしまっていた。噴射が正常に終了したことで飛行士たちにはようやく月面を詳細に観察する余裕が生まれた。この後の20時間。 彼らはその周囲を周回するのである。一方、地上では飛行士からの連絡を固唾を飲んで待ち続けていた。もし燃焼時間が長すぎたら、スケジュールよりも早く月の裏側から現れてしまうはずだが、それは気有に過ぎなかった。予定されていた通りのまさにその瞬間に宇宙船からの無線が飛び込んできたのである。飛行士たちの報告によれば、 金月点69.5マイル、円月点193.3マイルの周回軌道に乗ったとのことだった。まさしく計算通りであった。軌道に関する報告をした後、ラベルは今見えている月の状態について以下のように伝えた。月面は全くの灰色で完全に無色の世界だ。漆喰か灰色の海岸の砂浜のように見える。 細かい状態についてもはっきり見える。豊かな海はここでは地球で見えるようには際立っていない。周囲にあるクレーターとはあまりコントラストがない。クレーターは完全に円形をしている。その数は大変なものだ。またその中のいくつかは比較的新しい。その多くは特に円形のものは隕石か何かの飛翔体が衝突して作られたようだ。ラングレヌスクレーターは 極めて巨大で、中心には円錐形の山がある。その壁は階段状になっていて、6つから7つの階段が中心に向かって落ち込んでいる。8号から撮影された月の裏側の一部ラベルは、眼下を通過する地形についての報告を続けた。飛行士たちの重要な任務の一つは、将来的に計画されている月面の着陸地点。 特に11号で予定されている静かの海の偵察であった。そのために8号は偵察地の太陽光線の角度が観測に最も適するようになるタイミングを見計らって発射された。宇宙船の窓際にはカメラがセットされ、一瞬ごとの映像が撮影された。アンダーアス飛行士は月周回の20時間のほとんどを興味が湧いた対象を可能な限り撮影することに、 傾けた。このミッションの終了までに飛行士たちが撮影した画像は月に関するものが700枚、地球に関するものが150枚であった。ボーマンは地球と応答している間、SPS エンジンに関するデータがどうなっているかについて常に答えていた。彼はエンジンが正常に稼働し、必要とあらばいつでも地球に帰還できる状態であることを 確認するよう望んでいた。また彼は月を周回するごとに緊急期間のためのロケットの噴射をするか否かの決断を宇宙船が月の裏側に入る前に伝えるように要求した。周回軌道に入って2度目に月の裏側から現れた時飛行士たちはテレビ中継で月面の状態を報告するために危機器を設定した。アンダースは 完全を通過するクレーターの様子について伝えた。またこの2度目の集会の最後で、SPS が11秒間だけ噴射され、軌道が金月点70マイル、円月点71.3マイルのほぼ円形になるように修正された。次の2週の間、飛行士は機器のチェック及び月面の観察と写真撮影を続けた。3週目に、 ボーマンは彼が所属する教会のために小さな祈りを捧げた。彼はテキサス州シーブルックの近くにあるイクリストファー、米国聖公会で奉仕活動をすることになっていたが、8号の飛行のためにそれが不可能になった。同僚の教区民であり管制センターの技術者であるロッドローズは軌道上で祈りをしてそれを録音し、 法師活動で再生してはどうかと提案した。作家のアーサー・シー・クラークは、著書2001年宇宙の旅の2000年版の序文の中で8号の飛行士たちが彼に対し、自分たちはずっと巨大なモノリスの発見を無線で伝えようとしていたのだが理性の方が勝ったのだと語ったと述べている。地球の激動四周目に月の裏側から出てきたとき、飛行士たちは 地球の出を目撃したことを報告してきた。この現象は1966年8月23日に NASA のルナオービター1号が月を周回している時に写真で撮影されたことはあったが人類としてこれを目撃するのは彼らが初めてであった。ボーマンは月の地平線の向こうから地球が昇ってきた時思わず興奮して他の二人に呼びかけ白黒カメラで写真を撮った。 その後にアンダースが急いで撮った有名なこの写真は後にライフ史で今世紀を代表する100枚の写真の中の一つとして取り上げられた。地球と月は時点と公点が同期しているため地球のでは通常は月の表面からは見ることができない。目撃することができるのは月の周回軌道上かもしくは地球から見て月の減りに当たる部分で 測り道と呼ばれる現象が起こって地球が月の地平線上をわずかに上下するような限られた部分だけである。アンダースが写真を撮り続け、またラベルが宇宙船の操縦を引き継いだので、ボーマンはやっと休息することができた。騒がしい船内で縮こまって眠るのは相変わらず困難だったが、彼は軌道を二周する間わずかに睡眠をとった。その間にも時々目を覚ましては、 宇宙船の状態について質問したが、仲間がミスを犯したと聞いたとき完全に目が覚めた。彼らは質問の内容が理解できなくなり、あるいは逆に質問に対する答えを繰り返すよう求めるようになっていた。ボーマンは全員がこの3日間ろに寝ていなかったため、極めて疲労していることに気づいた。彼はアンダース・トラベルに対し、残りの飛行計画で月面の観測に関わるものを、 中止し、睡眠をとるよう命じた。アンダースは最初は、大丈夫だと言って拒否したが、ボーマンは譲らなかった。最終的に、カメラを自動にセットして、月面の写真を撮り続けるのであれば、休息してもよいと言って、ようやく同意したが、この時二度目のテレビ中継の時間が迫っていた。地上では極めて多くの人々が期待して待っていることがわかっていたので、 念頭に置いておくようにとボーマンは言った。次の2週で、ボーマンが火事を取っている間にやっとアンダース・トラベルは眠ることができた。その後のアポロ計画では、複数の飛行士が同時に睡眠を取るような状況になることは避けるようになった。アポロ8号の創世記の朗読軌道9週目に入った時、2度目のテレビ中継が始まった。まずボーマンが2人の飛行士を紹介し、続いて、 月面の様子と月を周回している時の感覚を伝えた。彼は月の様子を広大で孤独で近寄りが太陽な何もない空間と表現した。続いて各人がそれぞれの印象を述べた後、アンダースが地上にいるすべての人々にメッセージを伝えたいと言い、飛行士たちが交代で旧約聖書の中の創世記を朗読し始めた。ボーマンは 地球のすべての人々にメリークリスマスをと言って、中継を締めくくった。彼のメッセージは、月周回軌道に入り、月面の様子を見晴らしてからの飛行士たちの気持ちを、集約したものであるように思われた。ボーマンの正確な発言は、以下の通りである。And from the c r e w of Apollo 8, we close with goodnight, good luck, a merry Christmas and God bless all of you, all of you. オンザグッドアース。この時点でもう一つ飛行士たちに残されていた課題は、テレビ中継の2.5時間後に予定されていた、地球帰還軌道への投入だった。これは飛行計画において、最も重要なエンジン噴射であり、もし、SPS エンジンが点火に失敗したら、飛行士たちは月周回軌道に取り残され、帰還できる望みは限りなく薄くなる。前回の月周回軌道投入の時と同様、 飛行士たちは無線の届かない月の裏側でこの作業をやらなければならなかった。エンジン噴射は時間通りに行われ、宇宙船は発射後89時間28分39秒に月の裏側から現れた。遠隔測定のデータが再び得られるようになり、正確な燃焼時間が計算された。通信が回復した時、ラベルは聞いてくれ、サンタクロースがいたぞと冗談でいい。 それに対してカップコンを担当していたマッティングリー飛行士が了解、君らはそれを一番よく知っている連中だからなと答えた。12月25日のクリスマスの日に8号は地球への帰還の途に着いた。ラベルはその後余った時間を利用して様々な星を観測しコンピューターのキーボードでそのデータを入力して宇宙船の軌道を設定する操作を試してみたが、 この時彼は誤っていくつかのデータを消してしまった。その結果完成計測装置が宇宙船が発射前と同じ相対位置にいると判断してしまい、それを修正するために姿勢制御用ロケットを噴射してしまった。飛行士たちは宇宙船が急にロケットを噴射して姿勢を変えてしまった理由にすぐに気がついた。彼らが直ちにやらなければならない作業は、 コンピューターに正しい位置データを入力し直すことだった。ラベルは、姿勢制御ロケットを噴射してリゲルとシリウスの位置を観測し、宇宙船の位置データを計算したが、その作業に10分かかった。さらにそのデータをコンピューターに入力するのにさらに15分かかった。この出来事から16ヶ月後、ラベルは、より深刻な状況でもう一度同じ操作をやることになった。 アポロ13号が月に向かう途中で爆発事故を起こし電力を節約するためにイムの電源を切らなければならなくなったのである。彼は1994年に表した失われた月という本の中で8号での私のトレーニングは役に立ったと書いていた。その中で8号でのアクシデントは地上のスタッフから要求された計画的な実験だったと書いていたが、 その後のインタビューでは、あれは自分のミスが引き起こした事故だったと認めている。8号の大気圏再突入。1968年12月27日地球への、キロは飛行士たちにとって最もリラックスできる時間だった。地上のスタッフが軌道を正確に計算してくれている。限り、宇宙船はエンジン噴射から2日半後に太平洋に着水することになっていた。 クリスマスの午後、飛行士たちは5回目のテレビ中継を行った。今回の中継では船内を案内し、その中でどのように生活しているのかなどを紹介した。放送を終えた時、彼らは食料庫の中に統括責任者のスレートンからの小さなプレゼントがあるのを見つけた。詰め物がされた本物の七面鳥料理で、これは、 ベトナム戦争で戦場にいる兵士たちが受け取ったのと同じものであった。また、スレートンからはブランデーの小瓶が3つ用意されているというもう一つのサプライズがあったのだが、ボーマンの指示で地球に帰るまでそのままにされていた。瓶の蓋は飛行後数年経っても開けられることはなかった。この他に飛行士の妻たちからのプレゼントも用意されていた。この翌日、 発射からおよそ124時間後に最後となる6度目のテレビ中継が行われた。この4分間の放送の中で撮影された地球の映像はこれまでで最良のものだった。アスックヨークタウンに回収された司令船これといって重要な仕事もない2日間の飛行の後、飛行士たちは大気圏再突入の準備を始めた。 再突入の作業はすべてコンピューターが行うので、飛行士たちがするべきことは、宇宙船を正しい姿勢に置く作業だけだった。もしコンピューターが故障した場合は、ボーマンがコンピューターを引き継ぐことになっていた。一旦指令船が機械船から切り離されてしまうと、残された道は、大気圏再突入しかなくなる。大気圏上層部をかすめる6分前、飛行士たちは、 地上のスタッフが計算で予言した通りの時間に地平線から月が昇るのを見た。宇宙船が大気と衝突すると高温のプラズマが船体を包み始めた。コンピューターが自動的に姿勢を制御し、司令船は小石が水面を跳ねるように大気圏の上層部を何度かバウンドしてから高度を下げた。機体は徐々に速度を落とし、減速 G は最大で 6G に達した。 高度3万フィートで減速用の小型パラシュートが開き、続いて1万フィートで3つのメインパラシュートが開いた。着水点は、ハワイ南方の北太平洋上北緯8度8部成形165度1部、北緯8.133度成形165.017度、8.133-165.017であった。着水した瞬間、 司令船はパラシュートに引きずられて、安定にと呼ばれる逆さまの状態になった。約6分後に上部にある3つのエアバッグが開き、頂点を上にした状態に正されたが、高さ3メートルの波にもまれてボーマンは船酔いを起こしてしまった。司令船が着水したのは日の出前で、回収船、アスックヨークタウンから潜水士が到着したのは、着水の43分後だった。 さらにその45分後、3人の飛行士たちは無事感情の人となっていた。8号の飛行が行われた1968年はアメリカや多くの世界にとっても騒乱の年だった。この年にはヨーロッパやアメリカの街角ではプラハの春に代表されるような多くの政治的動乱や暗殺が発生したが、タイム氏は3人の飛行士を1968年に 最も大きな影響を与えた人物であるパーソン・オブ・ザ・イヤーに選んだ。また人類として初めて地球の重力圏を離れ他の天体を周回したのは彼らであった。成功する確率は飛行士たち自身も半々しかないと思っていたが見事に成し遂げた。八号が与えた社会的影響はすべてが終了した後にボーマンが受け取った発信者不明の電報に集約されている。 そこには短く、こう記されていた。ありがとうアポロ8号。あなたたちは1968年を生き延びた。8号の飛行で最も有名なのは、月周回軌道士周目に撮影された地球の出の写真であろう。人類がこのような光景をカメラに収めたのは、史上初めてのことで、これが1970年に初めて地球の日が制定される契機になったと信じられている。 またこの写真はライフ氏によって世界を変えた100枚の写真の第1位に選ばれた。11号のコリンズ飛行士は8号の歴史的意義は際立っていたといい、またロバートプールのような宇宙歴史家は8号はアポロ計画のすべての飛行の中で歴史的に最も重要だったとしている。この飛行は1962年にジョングレン飛行士が マーキュリー6号でアメリカ初の有人宇宙飛行をして、以来、最も多く、メディアで取り上げられた。1200人のジャーナリストが取材をし、中でも、BBC の放送は15の言語で54カ国に配信された。ソ連のインターコスモス計画の責任者、ボリス・ニコラエビッチ・ペトロフは、プラウダ紙のインタビューで、8号について、 アメリカの宇宙科学と技術の際だった業績であるとコメントした。軌道9週目のクリスマスの中継は生または録画で当時の世界の4分の1の人々が見たであろうとされている。また8号の中継はテレビ芸術科学アカデミーから与えられる最高の賞であるエミー賞を受賞した。アポロ8号記念切手無心論者のマダリン、マーレイオヘアは宇宙で 創世記を読み上げたことで NASA を提訴し論争を巻き起こした。彼女はアメリカの宇宙飛行士が公共の場所である宇宙で祈りを捧げることを禁止するよう求めた。合衆国際公裁判所は管轄違いであるとして請求を棄却したが、この一件で NASA は以降のアポロ計画において宗教的な問題について神経質になった。11号で バズオルドリン飛行士は月面に着陸した後、月で長老派協会の生産をした。これについて彼は何年もコメントすることを拒否し、後にわずかに遠回しに語っただけだった。1969年、アメリカ合衆国郵便公社は8号の月、周回飛行の記念切手を発行した。この切手では、アンダース飛行士が撮影した有名な地球のでの写真を採用し、創世期の はじめに神は、の文字が添えられている。帰還からわずか18日後、飛行士たちは、第3回スーパーボウルの開会式に招かれ、アニタ・ブライアントが国歌を歌うのに先立って、中世の誓いを読み上げた。シカゴ科学産業博物館に展示されているアポロ8号の、司令船1970年、8号の司令船は、大阪で開催された、万国博覧会のアメリカ館に出展された。 現在は、シカゴの科学産業博物館に、ラベルが寄贈した飛行に関係する小物及びボーマンが着用した宇宙服と共に展示されている。また、ラベルの宇宙服は、NASA のグレン研究センターの資料館に、アンダースの宇宙服は、英国ロンドンの科学博物館に展示されている。8号の歴史的な飛行は、 ドキュメンタリーとフィクションの両方で様々な形態で公開されまた言及されている。飛行士が撮影したテレビ中継と 16mm フィルムの映像は NASA によって編集され、バージェス・メレディスをホスト役に迎えたアポロ8号の報告というドキュメンタリー映画の中で1969年に公開された。スペースクラフトフィルム社は2003年に8号の飛行に 関連する宇宙からのテレビ中継、訓練及び発射時の映像、飛行中に撮られた動画などを含む NASA のすべてのテレビ中継と16ミリフィルムの映像を収めた3枚組の DVD セットを発売した。また1989年に制作され、三段ンンス映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したすべての人類へという映画でも一部の映像を見ることができる。 2007年公開のイギリスのドキュメンタリー映画ザ・ムーンでも8号は大きく取り上げられている。1998年にはフロム・ジ・アース人類月に立つというテレビシリーズの中で1968年のエピソードとしてドラマ化された。1970年の謎の円盤 UFO というテレビドラマでは対立というエピソードの中で 第3弾 SE 部分が宇宙人の装置の置き場所として描かれた。ケネディ宇宙センター複合展示施設のアポロサターンの区画ではアメリカの宇宙開発の歴史が8号の発射の光景を皮切りにマルチスクリーンで紹介されている。また、ここでは実際の飛行の時に使用された管制室のコントロールパネルも展示されている。ありがとうございます。